僕もともとバイク全然知らなくて、両親も全然バイクに興味なかったんですけど、たまたまテレビでポケバイっていうちっちゃいバイクの特集をやってて、で、まあ、近くに練習場があったのでちょっと連れてってもらって、でもう最初はもうヘルメットかぶるのも嫌ですごい泣いてたんですけど、一回もう乗り始めたら楽しくなってしまって、そこからバイクっていうものに興味を持ち始めて、レーサーを目指すってなったきっかけっていうのは、その世界選手権の日本グランプリを初めて観戦しに行った時にかっこいいってなって、そこからまあ憧れてその道に進むようになりました。走ってる時はもう前しか見てないですよね。ブレーキングポイントであったり、アクセルを開けるポイントであったり、そういう乗り方に関してはもう普段乗ってこう体に身についてる部分があるので、でそこからレースってなるとやっぱり前も後ろもライバルがいるわけで、そこをどう抜いていくか、どう抜かれないようにするかっていう部分をちょっと考えながら。だと単純にこう早くな誰よりも速くなって、まあ、1位になりたいっていうのがほとんどだと思うんですけど、僕はどっちかっていうと、まあ、それもあるんですけど、バイクっていう楽しさをいろんな人に知ってもらいたいので、その知ってもらうにはやっぱりある程度のところまでいかないと。知名度っていうのもないですし、そこに行くためにまずはそのワークスライダーっていうところを目指してますし。